さあ始まりました。どうもどうも、ランジャタイです。はい、はい、ランジャタイです。はい、あ、ダメ。はい、よし、やってまいりました。あ、はい、あ、かぶってる。ダメだ。はい、富山にやってまいりました。あ、ダメだ。ごめんなさい、同時に喋ってます。すいません。何ですか。はい、あなたがね、ちょっと一回黙ったら。じゃあ、はい、ごめんなさい、どっちか黙りますね。はいはい、どっちか。じゃあ僕じゃ一回黙るんで。はい、何やつ。あ、ダメだ。あ、ダメだ、かぶった。すいません、黙っちゃう。地元でかぶった。ダメだ、かぶるっていうから黙ってた。幸先も全部悪い。すいません、幸先が全部悪いですね。はい、そろそろよろしいですか。あれ、あ、はい、お久しぶりです。久しぶりです。すいません、柴田さんですよね。覚えてくださってますか。ゴリラのドラミング以外ですよね。生放送終了間際、CM 中にちょっとあの方が、はい、私はゴリラのモノマネが上手いんだって。それだけ見たくて。それだけ見たいって今日。どうしても、すいません、私あの共演もしたくないです。発作のように。発作じゃないんです、無茶ぶりです。いや、どうしてもやりたいって。ちょっとあの本当に時間ないので、行きましょう。あ、そうですか。行きましょう。はい、行きましょう。非常に挟み込みましょう。ゴリラを。ゴリラ忘れてください。国崎さんは幼少期に訪れたことが。もちろんですよ。本当ですか。あ、開いてるわ。邪魔します。すごいキャラいますね、これ。あ、これ氷見にもこういうのあるんですよ。ご出身のセンサーで触れて喋ってくれるんですよ、うちの地元では。でもなんかついてるよ。あ、これセンサーじゃん。でも発光するって書いてあります。あ、え、発光するのかな、しない。いやいや、諦めるんですね。はい、わかりました、行きます。さあ、ああ、もう大人気。え、し、みんなわかる？みんなわかる？わかりますか？あら、あ、やった。ありがとう。知ってるんだ。知ってる。知ってる。ほら、ほら、お兄ちゃん。誰かわかる？わかる、ほら。めっちゃウケたやつ。めっちゃウケた。めっちゃウケた。M1 よりウケた。ワンエフ、ワンエフっていう番組だよ。ワンエフ、ワンエフでやるから。から今日生放送。やったー！みんな5時半生放送。だよ。生放送。やったー！どんどん。やったー！どんどん前に。頑張ってね。頑張ってね。ありがとう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 。お二人、ね、お二人、あのロケ始まって15分、はい、まだ1匹も魚が見れない。どんな魚が見れるんですか？こういう魚。全然下調べできない。今日詳しい草野さんに登場していただけるということで、よろしくお願いします。お願いします。すいません。で、ここは最上流ですね。上流の魚たち。山の上だ。一番そうですね。はい、なんかね、子供の時に行った気がしますね。そうです。これイワナですよね、多分ね。そうですね、イワナとヤマメが入ってます。ヤマメが入ってます。あの、あれなんだ、あれなんだ。クリスさん、触れたんで、触れて、これ、あの叱らないといけない、諦めて進まったんで。テレビだよ。テレビだよ。これは、あ、クリスさん、伊藤さん、ここも見ました。これなんだ、これ。あ、カエルいる、カエル。これ、カエルがいますよ。わかんないぞ、これ。ちょっと待って、もうちょっと待って。ちょっと待って、これなんだ。ちょっと、私どうしたらいいんだろう、本当に。本当にどうしたらいいんですか、この二人。国崎さん、国崎さん、もうここダメなんですよ。戻ってください。子供たちに挨拶。あの、草間さんがここおすすめスポットだと。あ、そうか。あら、どんな感じの。どんな、登って OK っていいんですか、登っても。すごいな、草間さん。え、草間さん、草間さんに見えてくる。草間さん、草間さん、やば。草間さん、多分別の仕事を始まるよ。怖い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 。波の水槽っていう。どうした、いきなり。はい、怖い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 。いきなり亡くなって、いきなり。なんだ、こんにちは。あら、びっくりした。波を起こします。一般の人ですか。向こうに行ってたんですね。
これもともと機械で波を起こしてたんですけど、はい、壊れてしまって、あちょっと、はい、その代わりに人力でじゃやってるんですね。人力で波を起こしてたんです。なるほど、なんだという、はい、全然もう起こさなくなっちゃう。でもあの姿、一回休憩して、一回休憩もします。ちゃんとさっきすごい入り口で食いついてた、はいはい、こういうやつ、はいはいはい、あれの魚、ほら見たいですね、これは見たい。本人登場だ。うん、いや、すごい見たいな。あ、これですか。これです。すごい。もっと近くで見てください。僕ここで大丈夫ですよ。あ、おぉ、マツカサウオ。見えない、見えないですよね。ダメですね。光るって、はいはい、すごいな、いいな。あ、これですか。世界で初めて光る魚らしいですよ、水族館に入った。発光するんですね。そうです、発光します。伊藤さん、確かに雰囲気ありますよね、入り口にいた。いや、めちゃくちゃ、確かに。しょうがないですよ。発光することを見つけたのが魚水さんが世界初だと。すごいことですよ、これは。108年前。すごい。8月13日、ちょうどね。見たかったな。暴風雨になって、はいはい、見たかったな。あ、え、本当だ。あら、ツチノコに見える。ツチノコだと思った。ツチノコじゃないの。わー、素敵、幻想的。あ、違う、あ、ちょっと、こんな大人やだな。ちょっと怖いぐらい似てます。さあ、ランジャタイのお二人、うん、魚津水族館の一番のおすすめスポットはどこでしょう。はい、非常口の前です。二人で撮った非常口の写真、はい、思い出